Hi guys, I am Kim Shin. I have a firm belief in my cooking ability. Today is day to test my ability. I am preparing a steak for 30 people on my own within a fixed time. As expected, I was able to finish exactly at my planned time. But when my nervousness was relieved, I felt a great deal of fatigue. My start today was busy, but I have to cheer up again and keep working. I am experiencing firsthand how hard it is to work 365 days a year without a break. I work listening to exciting pop songs to work with fun, but I think I can't help but feel tired in my body. I really want to rest. 皆さん、こんばんは。キムシンです。私は自分の調理能力に対して固い信頼を持っています。今日は私の能力についてテストする日です。私一人でステーキ30人分の決まった時間内に準備することですね。やはり私が予想した通り、私の計画された時間に正確に終えることができました。しかし、私の緊張感がほぐれると、ものすごい疲労感が押し寄せてきました。私の今日の始まりが忙しかったが、私は再び力を出して、働き続けなければなりません。私は休まずに1年365日を働くことがこんなに大変だということを直接体験しています。私は楽しい気持ちで働こうと、楽しいポップソングを聴きながら働くが、私の体に疲れが溜まるのは仕方ないようです。本当に休みたいですね。大家好，我是金星。我对我的放热能力有坚定的信心。今天是测试我能力的日子。我一个人在规定的时间内准备30人份的牛排。果然不是我所料。在我的计划时间内正确的完成了，但是我的肩胀感缓解巨大的疲劳就袭来了。这个我今天的开始很忙，但我得重新振作起来继续工作。我亲身体验着我不休息一年365天工作这么辛苦，我怀着愉快的心情工作，听着欢快的流行歌曲工作，但我的身体疲劳似乎没有办法，真的好想休息啊。